巨人、梶谷が外野守備、1年ぶりくらい、だいぶ良くなってきました。こちらすでに貼られた記事。昨年5月に左膝の手術を受けた巨人、梶谷が川崎市のジャイアンツ球場で自主トレを行った新人選手に混じって外野ノックも受け、今年というか1年ぶりくらい、コンディションはだいぶ良くなってきました、と表情は明るかった。とのことです。これもう素人やろ。伊能よりひどいけどこのままなら切られるんやろな。もう支配下に戻れそうにないな。別の怪我でいなくなりそう。歳金もらいに来た人。もうプロリハビラーじゃん。横浜の退職金を払ってくれる足長おじさん球団。ダビスタの放牧分けやん。また消えそう。良くなってきたで草つまり良くなってないってことやん。中畑清とかゆ横浜の高齢選手のリハビリ施設を紹介してくれる成人。契約何年残ってるんやって。期待もされてなさそう。まだまだ2億もらえる模様。だいぶじゃ困るんだよな。この人巨人来てなんかしたっけ。1年目の途中までは頑張ってた。これも草野球のおっさんだろ。巨人が再開回避する鍵はこいつだよ。こいつが復活しないなら再開、復活したら4位かな。ご視聴ありがとうございました。